行きますよ。じゃあ行きましょう。7月18日ですね、 MBACC バージョンインテンツラコンで始めていきます。拍手。ありがとうございます、ありがとうございます。本日ですね、参加26名、13対13で争っていただきます。 1P がアンソンの赤組、 2P がリオンの白組ということで、本日は生まれてきてごめんなさい。誰がうまいこと言うか、生まれてきてごめんなさいということで、最後は SP でございます。やって生まれてきてごめんな SP でやっていきたいと思います。1P が先方出てきているのがレフチェンのシュエル、 2P が出てきているのがサクラの琥珀。ちょっとお名前初心者だったので分からなかったので、先方に出したらサクラさんなんということで、そんな感じでやっていきたいと思います。マイクはおなじみの私らのこと、なぜかアンソンが持ってます。お前話せよマイク。いいじゃないですか。なんでこういうタイトルになったかの説明をですね、じゃあ画面見ていきましょう。さすが若っちょ、扱い方を分かっちゃう。今日マイクちょっと切れますね。なんでですかね。アンソが持ってるからですね。いやいや切れてるよ。アンソさんの方だよ。ああ大丈夫かな。はい、なんとかかんとか大丈夫のような気はしますが、今日ね、なんか今日仕事中にね、メールが来たんですよ。仕事中に、バケんなよ、誰だよと思ったら、なんか、アンソンって書いてある。今日のタイトルは、アンソン誕生日おめでとうはどうでしょう。ふざけんなよ、バカ、くだらねえメールすんじゃねえよって、ぶち切れました。デッタルトー、勝ったのがサクラですかね。じゃあ次、竹文さん。じゃあ行きましょう。赤組地方ですね、出てくるのがタッケムのポジションフルスタイルでございます。はい、そうですね。今日こいつがちょいちょい見えるのが結構鬱陶しくて、でも基本的にね、最低限見えるじゃないですか。断線そう、断線次1ですから1位切るなよと思ってさ。いやだって赤組取りたいんですよ。しゃあないっしょ、めんどくせえなって思いながら、僕ね、土日休みじゃないから、仕事が。そうだね、今日も明けですわ、夜勤明けです。こんなやつに目安を教えるんじゃなかったの。心底後悔してるわけなんですけども、いやいやいや、そう、目安をね、最初ランプさん教えてくださいよとかね、ふざけたこと言ってきたから、僕の真似下手くそや、拒否ったんですよ。いややと、教えてもいいやろと、ラグを返せと、ラグを返して俺に何かを伝えろと言ったら、そんなに教えてくださいよって。そんなこと言わずに教えてくださいよ。完全にドラクエ3で、はいを押さないと進まないイベント的になってしまって。いやでもね、そこそこちゃんと教えてくれるとやっぱりワンドハムで住んでるですね。だって時間がもったいなかったって住んでるですね。キレそうやねんけど、マジでうるせえバカ死ねみたいな感じのこと言ってるのせやな、ね。ジョジョとタケも一本取ってますね。丸くなったな。お前ってことになったん、言っていいんかな、これ。いいですよ、お兄ちゃんになりました。お兄ちゃんになりました。お兄さんになりました。お前、誕生日いつなの、今日。正確にはこの男性が好きなの。9月17日。ああ、はいはいはい。なるほど、絶対おめでとうなと言われて。まあいいですよ。絶対言わへん。いや、さ、こんなこと言ってるけどね、ランポさんは僕の就職決まった時におごってくれた。優しい。ランポさん優しいよ、こう見えて。あ、ほらほら、照れるとほらこうなるって。ああ、見せたい、この様子。ああ、見せたい。そうやね。女の子はね、こういうランポさんが可愛いと思って、惚れる。お前もう、喋んなよ、マジで。マジでもう喋んなよ。いやー、いいですね、いいですよ。いやー、ランポさんのマイクが切れてさらにいいですね。あははは、切れたまま。ランポさんがマイク持ってもがいてますね。ちょっと半分に焼けながら、いいですよ、ランポ実況ですね、完全。あ、もうどうぞ。ただいま、好き放題やったので、あとで絶対どうぞきます。絶対にどうぞきます。僕はどうぞきと言ったらどうぞきます。切れそうだよ、切れそうというか切れますね。状況としてはこりゃさすがに残さんだろうね。ダウンの3、そう、今日はね、絶対怒らないんですよ。
怒らない。そう。で、だってあの今日僕今財布の中に50円しかないんで。あら。はい。あ、怒らない。怒らないって言ってる。怒らない。ふざけんなよって。そんなわけねえじゃねえか。収録中怒ってる人がどうやって。お前ふざけんなよ俺。お前そんな怒ってる俺。ふざけんなとかよく言ってる。いや、お前はふざけんなよマジで。東海のね、あの今清さんみたいにね、ふざけんなってよく言ってる。誰？え、七夜使いの今清さん知らない人が上弱で誰？うわーごめんなさい、誰とか言ったらどっちか言ったんですけど、最低ですね。今清さん見てる。いや、あの僕あれなんですよ、あの結構あのその他地方のあのそのメルブラ情勢っていうのを疎くてですね、あの九州行った時にもうあのすごいなんかいろんな方にご紹介していただいたんですけど、本当に言ってるとわかんのはタケムですかね。じゃあ次 M さん、じゃあ行きましょう。地方対決出ました。伝統の一戦 V ション、地方が、あと次がですね、M さんの V ションクレセントですね。完全絶滅危惧種ですね。絶滅してます。この二人がいません。特にクレがねクレセント V ションクラ、こいつしかいませんね。あと皆さん、ゴッツただいま受付中なので、あー、そうですね、ゴッツ、はい、あるんですよね。ゴッツありますよ。なんかそろそろ具体化してきて僕もだいぶビビってるんですけど、休み取りたいなーとか、取れるようにしたいけど、実際ビビってるんですけれども、事前エントリーしていただいた方にはあの受付締め切り後にあのメールが行くと思うので、そこになんかあの参加表明のなんか一言コメントとか、あとは登録名とキャラと書いてもらうような感じになると思います。ちなみにあのね、はい、投票を1名、投票枠、そうです、そうです、それにあの名前を入れておいて、はい、かつ、はい、当日参加しますっていう表明をすることはできるんですか？あーっと、事前エントリーです、今回の完全に、はい、だからもしその事前エントリーもしてたけど、はい、投票で1名選ばれちゃったよっていう人は、まあ、別にそれでも問題はないってことですよね。まあまあ、そうそれはもうそのまま出てもらう感じで、というわけで、投票を入れていただければ嬉しいです。あー、これ選挙活動出ました絶対カットする。あー、いやでも俺頑張ろうと思うんだよね。おー、すごい。でも投票よりやっぱ全員たくさんせっかくメルブラしてね、あー、そうですね、上がれた方がいいとは思いますね。あの参加費がやはりちょっとお高いので、まああの、ね、クラブイベントなので、まあ大体これぐらいはかかっちゃうんですけれども、ワンドリンクついてるんで、ご飯とかは自由に食べてもらえます。おー、それがいいですね。中であのお店さんがすごい良くて、あの人一人つけてくれるみたいなんで、カウンターので、なんか食事とかも自由に取れるんで、それがすごくいいですね。あ、まあそれは別途お金はかかるんですけれども、ただあの予選はあのすごい数あります。多分あの人数試合になるんですけど、おそらく8ブロックか4ブロックであの8人とか10人突っ込んでやる感じになると思うんで、予選の試合数はすごい多くなると思います。そうだから、たくさんね、まあおそらく他の地方からもそうですね、あるんで、なんだかんだ来てくれるみたいで、なんだっけ、そうあの事前エントリーしていただかないと、事前の抽選に漏れちゃうんで、それ以降は当日になっちゃうので、当日突っ込む形になるとちょっと運営側が面倒くさくなっちゃうので、できれば事前エントリーしていただけると非常に助かります。そうですね、はい、大会やそのイベント進行円滑に進むように皆さんご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。なんだっけ、そう、学割があるんですけどつって言ったら、エムさん勝ってんじゃん。おう、じゃあ行きましょう。あと赤組が3人目出てくるか、綾野さつき、フルを選択しますね、はい、なんか最近練習中とのことで、おう、で、そうさっきの話の途中ですが、ボス学割今回適用しているので、はいはい、あの入場の時にあの入場の係の人が立ってますんで、その人に学生証提示していただければ大丈夫でございます。ちなみにどれぐらいお安い？1000円オフです。あ、めちゃ世界ですね。なんと2000円。そうです、入場のみと学生ならなんと1000円ですよ。あのイベントが楽しめちゃうの。なんかあの見学ロールみたいなのあります？あります、あります。あの予選には出ないけど、その会場の雰囲気を見たりとかそういう方がもしいらっしゃればと思ったので、あの入場のみという形にさせていただきました。それが1000円オフ。それも1000円オフです。あの普通の社会人の方で入場のみっていう方はあの2000円となります。なるほど、はい、なので大学生やとさらに1000円。そう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 、イエス、すごい。な
んで大学生とかはすっごいお得な感じがします。学生で大会の雰囲気だけ楽しんで、でもご飯は食べれるんですよ。ベッド注文、お店の中でベッド注文にはなりますが、ということは、まあ、1000円で入れると。そうです、こちらの中ではお酒も飲めます。バーバーバー、はい、ちゃんとこのお酒のあたりはきちんと常識を守って、まあ、そうです、頑張ってくださいね。そうそうそう、わ、いいこと言うじゃん。いやー、ちょっと酒に関してはね、あ、まあまあまあ、大事なところですそのあたりはスタッフも十分に注意させていただきますのと、あと未成年の方にはリストバンド配りますので、お店から、はい、お酒は出ないようにさせていただきます。取るなよ、はい。で、あと何かって、そうそうそう、入場のみの使い方は、学生も多いかなと思ったんですけど、特に社会人の方、仕事の都合があってよくわからんとか、そんな方にはもう入場のみ買っていただいて、途中からでも買っていただけるような感じを取れればなーっていう感じで考えてて、なので、ぜひぜひ、お暇な方は遊びに来ていただければいいのではないでしょうか。心斎橋の駅から非常に近いので、あ、ですね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。まだ知らない。あ、ほんとに名前は知らない。ジョーズ、入ったらサメの水槽がある。サメ泳いでおる。マジサメ、そう、ジョーズや。はい、そのままです。そうあれですよ。かわいどる。なのであと観光勢が水曜日から来てくれるらしくて、紅白戦にも参加したいと言っていただいているので、その週 の水曜日の紅白戦はなんと韓国勢を2人交えて、水曜日から、うん、水曜日からこっちでホテル取って、結構早いうちにから、そうなんですね。青鬼さんともう一人、多分シエルさんだと思うんですけど、シエルさんを韓国勢に来ていただけるということでございます。で、アメリカからロードナイトさんが来ていただけると。あ、ワッツラブのあれですか。ワッツラブっていうか、エボ優勝したと、前回の。あ、そうなんですか。前回のエボ優勝したの、ロープマイさんが来ていただけると。ほぼ世界大会です。ですね。ほぼ世界大会です。とか言ってないです。出た勝ったエムザじゃあ次、アバッチ。じゃあ行きましょい。赤組が4人目出てくるのが、アバノヒス。メルブラで全国っていうか、シングルでこんな大きい規模の大会できるのは本当に初めてなので、喜ばしいことですね。ありがとうございます。頑張らせていただくので、スタッフの方にもちょっと手伝ってはいただきながらやっていきたいと思います。そう、あとは多分当日くだらんようには進行頑張りますけど、多分くだると思うんで、まあ、ね、仕方がないですよ。ね、リハーサルっていうのができないんでね。そうなんですね。当日お店も運用っていうか普通に営業しちゃうんで、で、ちょっと午前中はお借りし、完全に貸し切りっていう形にさせてもらってるんですけど、夜は夜のシーズンナイト営業が普通に行われるんで、まあ、結構パパっとやっちゃうような感じでは頑張りたいと思ってます。もともとどっかにあったりはしない。何がですか。大阪で、9月の2日、特にないんだな。日曜日やし、せっかくやからとか。そうですね、なんかイベントできればとは思ってるんですけど、なんかどっかで一回、せっかくなんで東西編みたいなのやってほしいみたいな、意見はいただいたんですけど、せっかくなんでと。そう、でも言うたら遠征の方がいっぱい来られる機会がそれぐらいしかないんじゃないかって思って、なんか本当にその選抜ではないけど、なんか東西線的なキャラ代表を決めてやるのはどうですかみたいな意見はいただきましたね。東西線、うん、なんか昔アチョレやりましたね。そう、あんな感じでやってほしいなみたいなのもらったんですけど、日曜日ってみんなどうすんのかなと思って、帰るっしょ。多分ボスはお酒が飲めるんで、控えめとか言っても多分みんな飲むんですよ。多分みんな飲んで、その日そのままバタンキューして日曜日うーって言いながら帰ると思うんですよ。多分そんな感じになるんじゃないかなと思ってるんで、一応難しいんじゃないかなとか思いながら、なんかできればせっかくなんで、そんな機会なんでやりたいなとは思うんですけど、多分仕事ないです。2日は休む仕事やろ。同日連休1年の人の勇気はまだない。俺は入社する前からじゃあ9月の9日開けといてくださいって。我々の
もう僕の上司がね、土日、日本酒出したりするから、おめえ、来てこい、来てこいなぁ、言うて。お前、出てきて、やべぇ、こんなも座ってんなぁ、とか言ってる間に。勝手じゃなかった。カズのエムザーですかね。じゃあ次、トモくん。すげぇな。いけましょい。赤組が5人目、5対2の構図ですね。出てくるのは、トモの7や。トモくん久しぶりに見ましたけど、また7やな。あ、なるほど。そうだね。全然強いと思う。まぁ、赤組の人はみんなゴッツ綺麗ね。早く登録してね。お前もだよ。あーそう、登録の時間がかかってたんで、まだ、結構定期的に貼ろうとは思ってるんですけど、エントリーフォームがありますんで、そこから申し込みってやってもらったら大丈夫です。エントリーフォーム、ここからみんな自身に出ない、なんかチケットフォームみたいなボタンがあるんで、ボタンを押してもらって、なんかそのサイトに仮登録したらできるみたいな。ちょっとでも僕は休み 100% どれかの方が。あーなるほどなるほど。まあ一応、事前受付は結構ギリギリまでやってるんですけど、投票受付は28日は言い過ぎか、投票の1週間くらい前くらいまでしかやってないんで、結構早い間にやっていただいた方がいいので、投票受付に参加する人はお早めの登録をお願いいたします。投票はまだ始まってないです。投票は投票の1週間後から始まるか、確かに。まあ、僕もですけど、金元でもいいんで、そうやっといてもいい、損はしないので、うん、どうせ参加するんやったら、まず投票にも参加しようっていう、それはすごいいいと思います。ある程度の自信は持ってですね、いや、俺が行くよっていうぐらいの勢いで、とか、あと、自分がどのぐらい知られてるのかなとか、まあ、一つの目安で、そんな感じで、まあ、投票もいろいろ考えるっちゃ考えますよ、こいつは当日、抜けそうだろうとか、あのね、さあまあワンチャンというか、はい、大会で何かこうね、長すぎない発表してくれるんじゃないかっていうことをね、言えたりとか、まあ、それこそ自分が尊敬するとか基本にするプレイヤーを入れるとか、はいはいはい、まあ、人によっていろいろですけど、そうだね、当日予選みたいっていうのもあるかもしれないし、でもやっぱりこの人には本戦出てほしいなっていう人には登録してほしい。まあそうです、うん、僕は多分今回はさすがに参加できないような気がするので、では出ないということですか。はい、本戦っていうか予選にも多分出ないです。あ、そうなんですか。なんかメル TV では、はい、あの時は出れるかなと思ってたんですけど、はい、なんか情勢見てると無理かなっていう。やっぱり僕じゃなくてスタッフの人たちは当然プレイヤーなんで出てもらうんで、まあ、その穴を僕はやっぱり埋めていかないといけないんで。これはランポさんに投票。いや、だから投票にも出ないですよ。投票エントリー出ないけど、うん、俺はランポに投票します。俺はランポに何言ってんの。だから僕は当日は本当に運営にしきっきりになってしまうので、はい、こうやってランポは成り上がっていく。いやいやいや、僕もゲームしたいんですよ。僕もめちゃめちゃゲームしたいんですよ。いやいいですね、こういうお前ちょっと、まあ運営が大変なのもありますけど、まあまあ社会人はどういう風に人生設計したかっていうのも大事です。いや、それはどうかと思うけど、とりあえずそんな規模の大会出たいじゃん。やっぱり出たいですね。やっぱりプレイヤーとして参加するのが完成力とかレベルが一番楽しめるんじゃないかなっていう。それは皆さん、ランボさんが頑張ります。はい、お願いします。皆さん出てください。出てます、盛り上げて。ありがとうございます。シューさんも出ると言っていただいてます。というところで勝ったのがエムザーですね。じゃあ次ナミちゃん、じゃあ行きましょう。なんとなんと2対6の構図、赤組出てくるのがナミの領域。まあそんな感じで頑張っていきたいと思っております。ええですね。まあでも俺もいつからゲームをやることができるのかなとか、まあね、最近思うようになって、そりゃあまあいつかは どうにかなるっしょやん。できれば俺は遊んでたけど、なんかね、ゲームやってるやつは低レベルだって思われるのが俺嫌なんですよね。いやー、こんなに趣味に時間の割ける趣味、ね、持ってるってのは本当にいいことだと思うんですよね、僕は。ゲーセンって意外と金減らないですから、ね、意外とどころか、だって例えばカラオケとか1日っていうか6時間おったらさ、3000円ぐらい取られるじゃん、なんだかんだ。安いところでフリータイムとか1000円とか100円とかで
とかじゃん、うん、まあ、2000円ぐらいじゃん、うん、考えて限定おってみんや、1000円で1日折れるぞ確実に折れますね、あの飯代入れたってそれぐらいで UFO やったら500円で飯食ってる俺 UFO ほんまに1日折って500円とかそんなやったからさ、赤トンボでたこ焼き食ってそれが200円ぐらいで、あと残り300円 UFO で15くれできる15くれできるあ、まじで UFO 神ゲースやった神ですね、しかも1台しかない環境だったからさ、あれ、あ、そうです、なんかじっくりみんなで喋りながらできてたから回転率の悪さがいいようにね、そう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 、他のゲームもすごい良かった、っていうか、まあ、だからその言ったらプレートの遊びじゃん、そうですね、だからそんなんに時間がかけて、なおかつコミュニケーションかけながら自分も楽しめる、すっげえいい趣味だと思うんだよね、これ4画目っていうサイトがあるんだけど、そこにあのプロゲーマーのサコさん、安心しろ、サコさんって知ってるかな、誰さん、サコ、サコっていう人が、名前ははい、プロゲーマー、堀の契約してるプロゲーマーの方なんですけど、サコさんのインタビューが載ってて、はい、でサコさんって結婚してらっしゃるんですよ、あ、はい、秋木っていう方が結婚してらっしゃるんですけど、この秋木さんのね、インタビューが載ってることがあったんですね、はい、載ってる回があって、で、旦那の趣味がゲームってどうなんですか実際っていうのを聞いてたら、いや、やっぱりその、秋木さんマネージャーとしてなんか、いろいろサコさんの大会についていってるんだよね、あ、はい、だからそれがもう夫婦旅行みたいで楽しいと、それはなんか海外行ったりとかそんな感じで楽しいし、あと夫の趣味がゲームっていうのは非常に安上がりでいいと思います。あ、なるほど。6000円くらいのゲーム買ってペッて渡したら、あとはずっとガチャガチャやってるっていう、なるほどね、書いてあって、それってすごいなんか奥さんにとってはいいことなんじゃないかなって思いますって、やばい、こういうの女性の鏡とかと思ってさ、鏡ですね、ところが2人とも結婚したいとか思って、今言ってる間に捨てた方は、あーと、ナミちゃんですね、やっと、じゃあ行きましょい、白組3人目で、まあ、金の聖典、いつものハーフスタイルで、この、ヒロ、なんか他のゲームのキャラですか、なんか僕、こういうヒロ使いようにしたら、いいわ、セイボーも金髪した、金髪だし、あと、シエルのさ、第7聖典の何やったっけ、7個やったっけ、あ、7個ね、7個はこんな色してるよ、確か金髪で、あれ、紺色の中のスクリームみたいな、なんかよくわからんけど、うん、まあ、色的にはこんな感じだと思う。おー、7個カラーです、7個カラーっていうのかな、でもなんかどうだよ、よくわからん、よくわからん、そのあたりはよくわからん、まあ、メルブラー出してもらったらずっと言ってるけど、誰、イヌイアリヒコ、あー、アリヒコ、アリヒコ、え、アリヒコ、アリヒコ、はい、で、どうです、なんか純粋な暴力で戦ってくれそうでしょ、あー、シェーンウーみたいな感じで、いざとなったらタタリの力でどうにでもなるんで、なんかまあそのタタリって言ったらさ、言うたらヒスイとかコワグも戦ってるから、ね、あ、そうですね、別にあんま無理なことはないとは思うんだよ、僕はアリヒコを出すとして、なんかアークドライブの時だけ、はい、セブンがね、いわゆる7とかね、はい、ちょっと出れてるっていう、お前気持ち悪い妄想してんな、いや妄想してないですよ、ただそういうのはあればな、でもなんか結構新キャラこいつ出てほしい、あいつ出てほしいって人多いよね、ねえ、なんかその結構見るのはなんかこう、なんていうの、親父キリですね、それはね、こ、コウリやったんで、よくわからんけど、コウリじゃないですか、キリじゃないですか、キリなんや、キリでしょ、キリ、なんやキリ、七やつかいのくせに七やつかいの親父の話じゃない、俺だってカゲツトウやった知らんし、やってる、いや、カゲツトウや知らんし、キッチュー、ほんとに、あ、でもなんか3名2名グラフですよ、あ、出るらしいですね、タッチングルートなんて本当にあるんでしょうかね、あれなんかもともとあったらしくて、あー、ボツにしちゃった系ですか、そうそうそう、いわゆるなんかあまりにも出来が良くてメインルート出来が良くて、そう、出来が良くてボツになったっていうのをなんかウィキペディアで見て、あー、そんなことが書いてあって、なんか最初はのタイトルまで決まってたらしいよね、おお、なんか星に願いよっていうタイトルだったんですけど、あ、それが僕のコンボムービーの元ネタの名前です、はい、勝ったのはナミヤンですね、じゃあ次、決め先行きましょう、白組が4人目出てくるのは姫崎のヒスイですね、納得がいきませんね、何がですか、なんでイリアルートはないのか、はい、黙っておいていただきます、いや、待ってください、
公式の18歳ですよ。そうですね、ゼロの時代で8歳なんですよ、あの子。そうか、10年後の聖杯戦争、18歳なんです。確かにうまいことできてるね。でしょでしょでしょやのにね、ルーズ消されるって何なんだ。どうした、もう一回あったやめとけ。お前、ほんまに泣き者にされる。怖い。まあまあまあ、そんな感じでリメイクもなんか発表なんですけど、最近のペースがすごい盛り上がったっていう感じで。あ、そうなんですか。うん、なんかほんまに大盛況というか、一体とみんな可愛くなってきましたね。タイプムーンの話した瞬間にディオ君がこうチラチラ見出しましたね。言うて僕全然知らないんですよ。彼好き中なんです。あ、そうなんですか。はい、なんか、青子アリアはとか言って急にわめき出しました。もう多いよ。え、何がいいみたいな感じで。中身とは僕も好きですけど。いや、そう、言ったおばさんじゃないですか、そのね、メルブラで。まあ、おばさんっていうか、まあ、おばさんっていう年でもないと思うんやけど。おばさんですよ、もう。まあ、何言ってんすか。そうか、そうか。ちょっと戸惑ってる。そうか。いや、別にええんやけど。まあまあまあ、それは、この中で見たら年齢は確かに。でしょ。だいぶではないけど、上だよね。そうそう、それはアルコみたいなね、ちょっと人間じゃないのを覗くとですけど。はい。誰でもその魔法用が出たじゃないですか。はいはい。なんかそれをね、やったスケジュールで、青子ありなんじゃねみたいな、そういうちょっとまたブヒブヒ言い出してですね。なるほど。でもそれはそれでいいじゃない。だってあんま青子は高校生なんだろ。まあでもまあね、僕もまだやってないし。僕も全然やってないです。全然知らないんでございますが。血が昇ったぞ、失礼します。血が昇ったぞ。いや、まあまあ、お前ちょ、そこまで言うのはお前なんかメルブラのキャラで好きなキャラ多いんだよ。白蓮失礼します。なんやねん、おい弁当から聞いておいて。おい、だってさ、お前普通に気持ち悪いもん。いや、でも僕メルブラキャラ来てくれたのは、まあ、僕KO 予定だったんですよね。はい、純粋な。で、ちょっとその相手がいなくて、暇やな、ブラブラしてたら勝ったのは広崎。おい、なんで勝ってん。